Hi, how are you? I'm fine. Thank you. And you? Today order heat guard. Big heat guard ね。アルミニウム。3mm。メイキング。アルミニウム。ウェルディングでメイキングでホールねかなヒートガードメイキング Thank you Between.
始めていきます。ビリビリってね。こんな感じで、参加しますと、開先。英語でちょっとわかりません。撮ります。乗せて、つなげていきます。どうかな？スマホで撮って。ダッシュします。ダッシュします。ダッシュします。こんな感じで解析していきます。さてさて、ドド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 トン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 トトン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 トI'm
はい、到着です。途中でムービーを撮るのを忘れてました。はい、はい、ポゲムービー。はい。で、今途中ですけど、こんな感じで撮りました。これは、こっちは1、2、3、4、5、6、7ピース。7ピース、1、2、3、4、5、6、7。7ピースで、1個で作れてまーす。んで、こっちがラウンドね。ラウンドしてるから、これは、1、2、3、4、5、6、7、8、8? 9、10? 10ピース?10ピースで、ウェルディング、ウェルディングサンディング。ね、スムージングね。ウェルディングサンディングスムージングです。はい。こんな感じでーす。途中で動画撮るの忘れてました。すいません。はーい。こんな感じで、ホールソーで飾り穴開けて、こんな感じでやっちゃってまーす。一個だけちょっと、一個だけこんな感じになっちゃいます。こんな感じ。この、マフラーの R に合わせて、こんな風に作ってまーす。かっこいいでーす。てててて。また仕上げてから、仕上げて、今から仕上げに入りまーす。粗で仕上げたのを、耐水ペーパーの320番。で、次600番。で、800番まで、耐水ペーパーで仕上げて。で、これいいっすね。和光図さんのメタルコンパウンド。これ、なんか早いっすね。これいいです。で、これで磨いたら、この、800番の、が、これが消えて、こんな、こんぐらい、こんな、ピカピカになります。ピカピカになります。こんな感じです。これかっこいいっすよね。この、マフラーのこの、マフラーのこの R に合わせて作ってます。で、制作の動画も入ってるからわかると思うんですけど、裏が、何ピースかな?まあ、こんな感じで、こう、繋いで作ってます。一個に見えますけど、これを、まあ、プレスで作ろう。この形をプレスで作ろうと思ったら、この一個を作るために、オス型、メス型作んないといけないから、もう、継ぎ合わせで作りました。見た感じはわかんないです。はーい。こんな感じです。磨いてこんな感じです。はーい。でででで、よいしょ。こんな感じで磨いて、磨いきました。で、こんな感じですね。これね、道元でしょうか。3ミリ厚のアルミで作ってまーす。もうちょっとだと、仕上げようと思うんですけど、あと取り付けですね。こんな感じで。これは、オーダーヒートガードですね。オーダーヒートガードの製作。車両が、リアタイヤの大きい、ニュースクールっぽい、ちょっとリアタイヤのファットな、ニュースクールな感じなんで、こういうデザインにしました。すっきりしたデザインにしました。でれれれれれ。オーダー。ワンオフオーダーのヒートガードですね。あとは取り付けをして、もうちょっと磨いて、終了になります。てれれってれー。ミッキーマウス!てれれれれ。ミッキーマウス!こんな感じでーす。はーい。ヒートガード。ヒートガード、フィッティング。ヒートガード、フィッティング。ナット。ウェルディングね、ウェルディング。ウェルディング。ウェルディング。じゃあ、これ何?タップ。タッピング。Okay.
はーい、取り付けていきまーす。こんな感じで取り付けしてまーす。このちょっとこう浮いてる感じがかっこいいです。アルミでポリッシュ、アルミニウムポリッシュです。このラウンド感がやっぱかっこいいですね。はーい、こんな感じです。ありがとうございます。オーダー製作のオーダーメイドヒートガードです。で、これ完成したんで、こんな感じでーす。こんな感じで、取り付けてまーす。こんな感じでーす。はい。バイバーイ。